出たのはお昼前です。でもうちに帰りついたのはとてもじゃない、その時間には帰れない。だって町どんどん焼けてるでしょ、橋が落ちてるでしょ、そこまで行けないんですよ、その途中がまだ燃えてるから。こっち向いてもどんどん焼けてる、こっち向いても焼けてる、片方はまあ川と海の方だからよかったんですけど、渡し船があったの。ちょうど渡し船に乗って行けばその向こう側がちょうど広島の刑務所で、そこまで行けばなんとかなると、でそこまで上げてもらった。もうそうなるともう午後2時か3時になった。もうあの辺はですね、普通の家屋は全部焼け落ちてしまって真っ赤な、もう日だまりですよ。南大橋を渡ってすぐ川の方向けて、川に伝ってずっと千田町の方を迂回をしながら、そこはもう道路ですから前は海だし、ね、修道中学が近くにあったんですけど、裏手の方をずっと回りながら三幸橋へ出た。で見たら三幸橋のたもとに右が左側には三洋木材という木材会社があって、右側の橋のたもとに工場があった、ええ、下に土場があるんですよ。ところがね、交番車は誰もおらんですよ、巡査は一人もおらん、もう壊れたまんま、ええ、それで、まあ、市民の怪我人が何人か周りにうろうろしてましたけどもね、そういう状況でご存知のように三幸橋という名前が何でついたかと言いますとね、昔は長橋やった。でこれが名前が変わったのがね、いわゆる日清戦争があった時に明治天皇が初めてそこを来たんですよ、行幸したという。で行幸ってのは三幸でしょ、そういうふうに名前が変わったんだそうです。でも石の欄干でね、立派な橋だったんですから、ちょうど僕らが日本に来て真梨に橋をこう建て替えましたから、木材どんどん使ったりいろんなことをやるもんだから、下に折ればね、そのこういうふうな木材薪にするようなやつがどんどん落ちてくるし、それを拾って持って帰ったり、それから川の下そのものがね、我々貧乏人にとっては非常に助けになりました。というのがね、もう海に近いでしょ、もうハマグリとかベタガイとか、今ベタガイ ないんですけどね、それからシジミガイとかアサリガイ、これがこの太田川の上 のあれとちょうど同じ流れですから、ええ、そういうことでね、潮が引いたら行って掘るといくらでも取れる、まあ、そういう貧乏人にとってはいい素晴らしい助けになる川だったんですけど、ね、その三幸橋を渡って右へこう行くと、ちょうどうち の土手筋に家がありましたから、で家がね傾いて入れない、で家族はいない、まあ、いろいろ心配したけども、結局まあ後でみんな避難をしておってね、それで怪我にもいなかったから、まあ、よかったんですけども、でも父親そのものはね、さっき言いましたその三幸橋から家へ行く途中にちょっとこう下へ降りる道があるんですよ、今でもありますけどね、その四軒長屋、そこに父親はいわゆる二号さんと子供らとね住んでおりましたから、ところがね、これがもう全部ぺちゃんこですよ、もう焼けてなかったんですけども、じゃあぺちゃんこになって、それでまあ住む家がなくなった。ご家族兄弟であまり怪我をされた方はおられない？私の家族は良かったんですが、ところが父親はちょうど竹谷町の方で朝あそこで被爆したで頭やられてね、
うちへ帰った時にはもうこれ誰かあの親切な方がおられて、ね、肘山の方へこう逃げるのに途中で血がどんどん流れるもんだからもう赤チンかあれを塗ってくれて、それで包帯を巻いてくれたりで、で父親がひどい目に遭いました。で弟が市役所勤務してました。高陵中学卒業してすぐ、もうあの当時は人間がおらんでしょう、韓国人でも全部採用してましたから、うん、まあ国籍が日本だからね、あの当時は。市役所の戸籍選挙課っていうのがあった。そこへ勤務しておったのがちょうどあの、仕事始まってマナシーにあのワイシャツ1枚で地下室へなんか書類を取りに行った。その時にこの原爆になっちゃった。で本人は気がついたのは表の電車道、あそこで雨に降られて、それで目が覚めたんだ。だから弟と父親はひどい目に遭いました。あの弟さんは地下室におられたから、うん、そう、ひどい、おったのに、大けがは、いや、だから怪我はしてないんですよ、もう。着てるものが油で汚れて、あれしてたけども。でも外傷はないんだけども、ガスをやっぱ吸ってるんですね。まあ、それが原因でしょう。父親はこれで、これをやられたのが原因で結局亡くなるんですけども、弟は外傷はなかったのにそれが原因で死んだ。あの時にもう世間が危なかったでしょ。またあの我々が思い出すのは関東大震災の時にあの荒川地区で随分我々の仲間殺されました。またそういうことになる可能性があるぞと、うん、おそらくね、この戦争に負けたのは朝鮮人がスパイをやったとかいろんな理由をつけてまたやるかもわからない。そのうちに外地へ行っておった兵隊とか、あるいはその、まあ、満州とか中国へたくさん一般の人も行ってましたから、それらが帰ってきた時には危ないぞ、我々の社会でそういう噂が飛んだ。だからね、我急いでみんな帰るのに、もう家財道具も家もみんな放り捨てて、ほいでに帰ったの。そのうちですよ、弟があの父親が帰るのにね、わしに相談があったから、でお前も一緒に帰ろうというのを、私ちょうど三菱の、下請け仕事の仕事をたくさんちょうど受け取った後なんですいうのがね、原爆の後っていうのは仕事をやる人間がおらん、もう仕事をやろうという気がないんですよ。みんなもう放心状態、戦争に負けたい、ね、あの当時あの俺噂にも聞いてますけども、球場前へあの民衆が集まって、中には腹切って死んだんもおる、ね、そういう時代ですから、そのとばっちりが関東大震災の時のように我々をまた危害を加えに来るのは間違いないだろうというので、とにかく帰りをみんな急いだんです。あの当時の汽車乗るんでもね、なかなか乗れんかったんですよ。ただ日本政府がね、やっぱり邪魔になる朝鮮人を一時でもみんな返せと、まあ、そういう趣旨もあったんです。だから我々は優先的にもう切符なんか買わないんですよ。もう乗れるだけ乗れってことでどんどんどん返した。そのおかげで我あの父親とあの弟やなんかは、それからにあの父親の2号さん一族全部、まあ、それで帰れた。